選手の皆さんにもよろしく頑張ってほしいなと思います、最終グループの1曲目はドンテンです。お願いします。いやもうね、個人戦の準々決勝がこちらで最終、はい、最終グループとなっておりまして、そちらの2曲やるんですけど1曲目をこれからプレイしていただきます。はい、はい、今ロード中ですね。いやまあ5組目ということで結構待たされてると思うので、はい、そこら辺で集中力を切らさないでプレイできるかどうかですね。はい、もう本当に皆さん上手すぎて人に集中力っていう言葉しか出てこないぐらいにね、本当にレベルが高いんですけど。いや本当そうですよね。はい、頑張っていただきたい。まあ、でも準々決勝がこれで終わりかと思ってね、ちょっと名残惜しさすら感じますよね。本当ですね。はい、ここからはね本当に負けられない一騎打ちなども、ね、構えておりますのでね、はいはい、全員最初の出落ちみたいなところは、はい、難なくクリア、ところは難なくクリア、これはスマホなのかまぼこ選手ですか。おー、きちんとカメラに見える画角にかまぼこちゃんを置いてプレイしてくださってる。あ、頭のかまぼこをとってそこに置いたんですね。さっきのカツラ方式ですね。そうですね、はい、カメラの位置で映るの分かったところに置いてます。はい、カツラ方式よくないですね、はい、雪田さん方式で、はい、かまぼこ置いてくださってます。他の皆さんやっぱりパッドが多いんですかね。そうですね、はい、だと思います。はい、まあ、コンボ数は皆さん、おここであとちょっとヒロド選手ミスが出てしまいました、はい、これがどう出るか。まあ、先ほども言わせていただきましたがね、はい、今回はコンボ数などではなく単純にどれだけの精度で叩けたかっていう、そのミスの数というか精度の数というか、そうですね、はい、ほぼグレートの数の勝負に、はいはい、なってくるかなと思います。いった勝負内容になっておりますので、はい、決して1ミスがあっても諦めないで最後まで叩いてほしい。そうですね、あ、ここでまたミス出てますね。本当に勝負わからないですよ。ここまで全部つないでる選手もこの辺かなり緊張感がすごいと思うので、はい、最後まで頑張ってほしいです。このある種同じリズムが続く面の方がミスは意外だったりです、ね、はい、しますからね。逆に油断してみたいなところもあったりすると思うので、はい、これやっぱり集中力切りやすいと思うんで頑張っていただきたいです。様でした。ただいま1曲目のプレーの方が終了いたしました。ここから得点の方を集計させていただきまして、その後に2曲目をプレーさせていただきまして、はい、その後に合計の集計された得点を皆さんに公開させていただきたいと思います。はい、はい、おと次がいよいよ最後の曲 で、ね、そうですね、お話しさせていただいたアフターグローさんの明日の夜空紹介班の難易度スペシャルとなっております。はい、はい、まあ、ここで決着がつけばこれが最後の曲となるわけですね、はいはい、つかなければ先ほどのようにエンドレスという可能性もございます。はい、はい、でもね、やっぱりこの一個一個の勝負で皆さんのガルパ人生が決まってしまいますから。そうですね、はい、はい、一個一個大切に過ごしていきましょう。皆さん今日は長いですけれどもね、一瞬一瞬がとっても大事な瞬間ですから、はい、ハッシュタグも見させていただこうかなと思います。きょっトゥトゥルトゥトゥ、お、サバイバーは影に潜む高難易度曲やと思うとかいただきましたね。これ千島さんにお伺いしたいんですけど、はい、ハッシュタグ第4回ガルパ杯でいただいた質問です、はい、東大生って聞かれた時一応まあ東大って答えるの本当ですか。さっき僕答えてました。まあ一応はいって言ってましたね。本当ですか。なんで、でもその話聞いたことあります、はい、でも東大出身の方って揺るぎなく東大出身じゃないですか、はい、なんでまあ一応はいつけるんですかね。やっぱ謙遜なんですかね。どうなんですかね、ちょっと、はい、わかんないです。他にも東大生の方いたらぜひハッシュタグで答えてください、お願いします。それでは2曲目に行きましょう。明日の夜空紹介班です、どうぞ。まあ早いのでね、この速さもやっぱり緊張してるとドキドキするでしょうしね。そうですね、はい、結構96秒って短い曲なんで、
はい、あの最後までミスらないで頑張ってほしいです。はい、この96秒の中にモリモリっと詰め込まれております。かまぼこ選手がいきなり最初ミスってしまったかもしれないですね。かまぼこちゃんが悲しそうに微笑んでいます。これでだいぶ分かんなくなったかなと思うので、はいはい、まだまだ1曲目でミスってしまった選手もね、まだまだチャンスがあると思います。はい、上位2名の方が準決勝へ出場されますので、まだ勝負は最後まで分かりません。全然分かんないですね。本当に分かんないですね、はい、これはこの辺のフリックとかも結構あのタイミングが早くて難しい。いや、嫌ですね。いやらしいなとは思うんですが、ミスをする雰囲気もなく、この辺のスライドとかもね、嫌ですね、はい、この速度で細かいスライドは判定がシビアなので、ちょっとずれただけでもミスになってしまうんですけどね。はい、揺るぎないプレーですね。この後のロングとフリック続くところも結構ミスりやすい部分なんですけども、はい、この辺です。余裕すら感じられます。あ、なるほど、あの HPS さんのお名前は八宝菜から来てたんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、コメントでいただきました。はい、というわけで2曲目プレイが終了したので今から集計させていただきます。はい、いや1曲目2曲目で全然あのフルコンしたメンツが違うんで、全然あの結果がどうなってるか全く分かんないですね、はい、本当に勝負はそうどうなってるか分からないので、皆さん結果ドキドキ一緒に待っててください。はい、八宝菜で思い出しちゃったんですけど、私最近ずっとと餃子食べたくて。餃子ですか。ちょっと食べたかったんですよ。はい、最近やったイベント会場の隣が餃子屋さんだったんですね。はい、こう1日の中で何回か往復したんで、はい、往復するたびにめちゃくちゃ餃子のいい匂いがするんですよ。うわー、餃子定食食いてーなーって。でもやっぱりイベント中なんで一応ニンニクの匂いとかもあるし、そうですね、その時は控えたんですけど、はい、で昨日もスタジオに行ったんですけど、はい、スタジオの横の曲がり角が餃子屋さんだった。餃子屋さんだったんです。たまたま餃子食べたいなと思って、でギリギリまで我慢して、でも今腐りかけのゴーヤが家にあるので、はい、その腐りかけのゴーヤを調理しなあかんなと思って、はい、ずっと我慢してたんですね。はい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 、でも結局帰りにバスで帰ろうと思って、はい、バス調べていて、ただ結果近くに中華屋さんがあり、はい、担々麺を食べて帰りましたって。はい、さえちゃんありがとう。待ってた。うん、ゴーヤトークちゃんと最後まで。ゴーヤらへんから聞いてた。うん、ゴーヤから聞いてた。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、というわけで、スコア集計の前に一旦インタビューをさせていただきたいと思います。はい、まずはかまぼこ選手からお願いします。あ、はい。本番ってこともあって、うん、まあ、結構緊張して。うん、まあ、腕が思うように動かなかったので、まあでも、まあ、いい結果は出せたんじゃないかなって思います。かまぼこ取っちゃったの？ヘッドホンだから。これ取れちゃったんですよ。あ、取れちゃったの？残念。ヘッドホンスマホせいだ。あ、まあ、そうです。ごめんね、いろいろ聞いちゃったスマホでプレイしてました。かわいいかまぼこありがとうございました。では続いて八宝菜 HPS 選手お願いします。はい、まあ、今回あのバンドリは、まあ、結構昔からやってたんですけど、ガルパハイに出るのは今回が初めてなんですよね。まあ、他のゲームの公式大会とかは出たことはあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと、まあ、緊張慣れるもんじゃないですね、やっぱりまだ若いからやっぱあの八宝菜くんは八宝菜くん、あ、八宝菜が好き？まだ、まあ、好きですね好きだから名前にしたんです、ね、かわいい、かわいい、すごい、やっぱいろんなねゲームでもうまいということですね。そうですね。では続いて、ミーノくん選手お願いします。はい、ちょっと思いがけないとこでミス出しちゃったんですけど、うんうん、まあ楽しめたんで OK です。OK です。OK です。幸せなら OK です。ありがとうございます。見たことあるやつ。ね、見たことあるやつ。はい、続いてホワイ選手お願いします。はい、
リハーサルの時は大丈夫だったんですけど、うん、さっきの D のグループの試合見てたらめちゃくちゃ緊張してきて、うん、本番の時とか今もめっちゃ緊張緊張してるそうだよね、やっぱ待ち時間が長いと緊張しますもん ねそっか、ありがとうございます、うん、では、ヒロドン選手お願いします。あ、もうそうですね、やっぱガルバハイ出るのずっと夢だったんで僕にとっての、まあ、すごい出れて嬉しいですね、うん、まあ、ここまで、まあ、がむしゃらに頑張ってこれたんで良かったと思います。ありがとうございます。ございます。これって嬉しいって言葉が聞けて嬉しいです、ね、本当ですね、皆さんそう言っていただける、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、スコアの集計が終わりました。はい、早速ご覧いただきましょう。個人戦準々決勝のグループ E の結果はこちらです。はい、 HPS 選手とホワイ選手おめでとうございます。おめでとう。見事準決勝進出でございます、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらもすごい戦いでしたが、惜しくも敗れてしまった皆さんも素晴らしいプレーをありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。選手の皆さんはご退場ください。ありがとうございました。お忘れ物なきよう大事だね大事ですよ。かまぼこの持ったね、かまぼこ持ってね、落ちないようにねかわいい、はい。